どうも、WCCF 開封動画1011、パート3ということで開封していきます。お願いします。よいしょ。よいしょ。これね、セッティングがね、毎回毎回時間かかるんですよ。ご理解くださいね。そういうもんなんで、ね、そういうもんでしょ、セッティングって。ヒカキンとかはじめ社長でもね、セッティングしてるわけですよ。俺もしますよ。よいしょ。お、誰ですか？ジャンルがクルチ。知らねえ。でも身長高いな。191あんにゃん。やっぱ全然知らんな。これは知りません。残念ながらクルチさん。ごめんなさい。クルチさんすまんね。まあ今でも聞かないんでね、もう引退してるか、カブリーグでやってるか、わかんないですけど。こんなでかいキーパーが全然セリアで目立ってへんってやばいよな。レベル高すぎやろ。ん？誰？セネガル。パープ。ティアカって。知らねえ。知らねえ。全く知りません。そして使えません。まあ、フランスリーグにいるっぽい感じやな。身体能力系アフリカンの。そうなんや。これは知らんわ。なんかこういう身体能力系っていっぱいいるけど、なかなか継続して活躍して残っていくのは大変やな。聞かへんもんな、こんなやつでもな。スペリア、あ、これスピード速いやつやな、確か。スピード速いやつはええけど、スタミナ14、なんとかならんのか、おい。84で黒って意味わからんの。スタミナ14って使われへんやん。どうすんの、スタミナ14で。スタミナ14わけわからへん。さあ、行きましょう。もう一回、もう一回出てくれ。この選手知ってんな。この能力高いね。86でスタミナ18でディフェンス16やで。これね、あれっすね、あのマンチェスターシティに行ったよね、この後ポルトから。ポルトはほんとね、商売上手やからね、どういう選手がヨーロッパで売れるかっての全部分かってブラジル人取るからね。だから上手い選手とかいうよりもまずはでかい選手、でかくないとヨーロッパで売れへんやん、ぶっちゃけヨーロッパではね。だからそういう選手を引っ張ってくんのよ、ブラジルから。俺その才能は取るとすごいなと思う。もう最初から売る気やからね。本当にビジネスよ。スポーツビジネスよ。すごいね。やたら揺れるな、ごめん。まあ、そんな感じで。マンチェスターシティではね、全然活躍できなかったんですよね。で、どこ行ったのかな？トルコがどっか行ったのかな？おー、イバノビッチ。あ、これいい。あ、これいいわ。これいいわ。これスリムリオ。これ右サイドで使えるやんな。サイドバックで。まあセンターバックしてるんですけど、多分チェルシーではサイドバックやったと思うんですよね。使えるやん。スタミナ15。スピードも15あるし。いいね。これはいいわ。素晴らしい。最高です。あ、いいの出た。やっぱあれやな。平均値高いな。基本的な。いいわ。素晴らしい。セルビア代表やしかな。いいやん。いいね。楽しいね、やっぱ。俺のテンション一番上がるわ。おお、出た。復帰ちゃん。オーガンハルク。オーガンハルク、復帰ちゃん。そやな、右サイドからカットインのシュートやったな。ただ、この選手テクニックがないんですよね。パワーオンリーやったからね。この後どこ行ってもポルトがどこに売られてんだっけ。あ、ロシアか。ロシアに売られたよな、セニトに。あ、セニテ。うん。で、そこで活躍はましてたんかな。金で言ったけど、この人ね、まあまあしゃあないよな。クラブからな、金残して出て行ってくれって言われたら出て行くしかないやん。でもな、ロシアではな、ロシアに行った後買い手がなくてね、結局その後ヨーロッパじゃなくてもう中央行ったんだな。この人テクニックがなかったです、まあ、言うてこの人 J リーガーですからね。もともと東京ヴェルディか、そこでプレーしてましたからね。すごいよ。それがもうセレソンになってね、ワールドカップ出るんですから。
すごいね、すごい時代やね。いや懐かしい、懐かしい。またどうかなというか、またブラジル人か。でかくて強いやつやな、売ろうと思って。でも売れたんかなこの選手、知らんな。売れへんやろ、スタミナ12じゃスタミナ12で舐められてるやんシドネーちゃんよポルトガルビジネスやな、すごいよな。ね、またブラジル人が活躍しやすい環境があるやん、言葉も通じるしさ。グリゲラってまだこの時あったんや。モールさ落ちたな。スタミナ15までしてる。もうこの次の年ぐらいに放出されたちゃうかな。どこに行ったかも全然覚えてへんけど。グリギラとかいいね、楽しいね。よいしょ、びっくりした。ロナウドがでも違った、ややこしいなこれ。ロランド、ローランド、ロランド、ポルトガル人かブラジル人かと思った。パワーが売りってやつか。スタミナ14だから使えへんちゃうねん。スタミナ14マジであかんよ。スタミナ最低15ないとねえ。皆さん WCCF やったことある人は分かると思うけど、さあパート3はこれがラストです。以上。ん、アンドレスパロップ知らんな。スペイン人キーパーね、セビリアで頑張ってたんですかね、ちょっと分かんないですけど。はい、まあそんな感じでね、なんかメッシか栗色のか黒カードかなんか出したかったんですけど、はい、今回はテストということで、まあ、日本代表も出てないね、はい、1011、開封動画パート3でした。ありがとうございました。